はい、皆さんこんにちは、渡りくるぶしです。では今回はハーツオブアイアン4、都道府県もっと千葉県プレイの続きをやっていきたいと思います。宮城県を潰すのにだいぶ苦労をしていたんですが、なんと東京諸島部政府が強襲上陸をかけてくれたおかげで活路が見出せて、今は気仙沼まで攻略をして、さらにその先、盛岡へと進軍中というステータスになります。で、秋田方面はですね、主に群馬なんですが、群馬が秋田攻略を行っているという状況で、まあ一時の一進一退の状況は少し脱しつつあるかなというところなんですが、まあ依然厳しい状況であることには変わりありません。今回はその続きになります。まずは、盛岡ですね、ここの攻略に向けて軍を進めていこうというところになります。で、ちょっと陸軍空軍、特に空軍なんですけども、経験値があり余っているので、これをですね少し改良していきましょう。まずは近接航空支援機の3番、まあ、3段階までアップグレードしてあるこれなんですけど、少しアップグレードをかけていきましょう。まず対地兵装、これを5まで上げて、エンジンも5まで上げて、っていうか全部5まで上げて、それでもまだ余る感じだよね。なのでこれを新しく作っていきます。で、攻略の方はですね、順調に進んでいるでいいのかな。まずはしっかりと盛岡まで進軍して、岩手を屈服させると。で、秋田の方は秋田攻略して秋田を屈服させて、青森と北海道だけにするっていう状態をね、まずは作っていきましょう。本当ね、東京諸島部政府が、強襲上陸かけてくれて、これが成功したのか本当に大きかったですね。まあ、ただ岩手もまだまだ強力強敵なので、まあ、予断は許さないかなという状態です。人的資源には多少余裕がある状態を維持しつつも、大規模な師団を新たに展開することはできなそうなので、まあ、既存の師団をうまく使いながらという形になるかなと思います。まあ、どこもね、充足率あるいは指揮統制率が十分とは言えない状況の中で戦っているので、まあ、苦戦は苦戦するんですけど、まず宮城をこの日本地図上から消し去るというのの目前まで来ているので、これをしつつ、盛岡、岩手の首都盛岡、ここをね、一刻も早く潰したいなというところですね。あとは航空基地取ったら、航空基地に早速近接航空支援機、これを配備して、さらに盛岡への進軍経路を確保していきましょう。いや、本当にね、宮城県との国境でぐっちゃぐっちゃしてたのが、嘘のように進軍をし始めてますね。秋田の方は完全に群馬に任せてるんですが、まあそこもなんとかなりそうな気配はありますね。東京諸島部政府、本当にね、殊勲賞ものですね、今回のこの戦いでは。で、戦争への貢献度も、帝国制千葉が 61% で、群馬が32の次は東京諸島部政府、まあ、3% なんですけど、この 3% 本当に大きかったです。では盛岡まで、軍をね進めていっちゃいましょう。ちなみに全然違う話っていうと、何の話するのか察しをされる方もいるかもしれない、いらっしゃるかもしれないんですけど、タイ旅行ね、もう今年は毎月毎月タイに行ってたんですけど、
来年はね、そうもいかないので、まあ、2、3ヶ月に1回タイに行こうかなとは思ってるんですが、やっぱりね、タイ旅行、次のタイ旅行がない、予定していない、予約していないっていうのがね、精神的に結構きついですね。次のタイ旅行が決まってれば、そのタイ旅行まであと何日っていうのを目標にね、日々の社畜生活に耐えるんですけど、今回ちょっとそれがないのがきついよな。まあ、でもね、12月ボーナスもらって、僕の勤めている会社は1月にもね、ボーナスが出るんで、まあ、ちょっとそのボーナスをもらって、またね、ちょっと奥さんにこっそり、タイに旅行に行く機会を伺いつつ、安い航空券を見つけたら、すかさず、資金を投入していきたいだと思いますんで、またタイ行く日程とか決まったら、皆さんにも、ツイッターとかで、覗いてもらえれば、こいつまたタイ行くんだな、っていうのがわかると思うんですけど、タイ行くのが今のモチベーションですからね。ちょうどマネージャーと面談があって、仕事のモチベーション何って聞かれたんですけど、あわいもう本当ね、もうちょっとでいやタイに旅行に行くことですって口を滑らせそうになっちゃったんですけど、まあ、それくらいやっぱりタイは魅力的ですからね。タイに遊びに行くためにまた日々の社畜生活を耐えるしかないんですが、研究枠ももうやることないんだよね。研究することがない。まあ何もないんで適当に使う予定がないものを一応研究だけしますか。なんかね、使う予定があるものだったらもちろん最優先で研究をするんですけど、使う予定もないんでね、ちょっと研究する気がしないよね。さて盛岡までもうちょっとかなというところまで来てるので、じゃあこの辺りで少し盛岡攻略完了するまで、時間を進めていっちゃいます。
い、ここまで時間をバーッと進めてきてるんですが、なかなかちょっとね、岩手盛岡が落ちないうちに秋田の方にだいぶ迫ってきました。なのでもしかしたら秋田の方が先に落とせるかもしれないですね。盛岡の方はだいぶ硬くて、またもや一進一退と、いつも一進一退じゃないかと言われちゃえばそれまでなんですが、盛岡方面岩手は一進一退の状態です。で、秋田の方はうまくすれば陥落させることができそうというところまでやってきましたね。なんとかね、秋田潰して、一気にね岩手を飲み込んでしまいたい、そういう状況なんですが、岩手の方は、盛岡近辺の方は補給も結構キツキツの状態でやってるので、なかなか思うように進まない状況ですね。まあなんとか盛岡落とせれば、岩手のね交戦意思を削ぐこともできるんじゃないかなとは思うんですが、今のところまだまだ一進一退、なかなか岩手に盛岡にたどり着けていないという状況です。なので秋田が先に落ちてくれれば、秋田に振り向けている戦力を一気に岩手方面に、差し向けることができるので、まずは岩手をなんとかする前に秋田を攻略しちゃう方が早いかもしれないというところで、今画面上部秋田の方、もうすぐね秋田県の首都秋田まで迫ってきているというところです。もう一押し二押しできれば秋田までたどり着けますね。で、盛岡の方は一進一退、やや後退したかなというところは否めないかなと思います。で、また人的資源がねご覧の通り画面の左上完全に枯渇しているので、なんとかしなきゃいけないなというところなんですが、まずは、もうねこの宮城県のところに配備していた航空隊、これはねもう必要ないので、今となってはこれを一旦解除しちゃって、その分の航空兵力を確保していきま、人的資源を回していきましょう。いやもう一押しっていうところからがちょっと長いよね。秋田もう一押しだよっていうところまで来てるんですけど、こっからが長い長い。秋田の攻略が済めば本当に、岩手に一気になだれ込める下準備が整うんですけど、なかなかそう簡単に秋田も落ちないですね。もう目と鼻の先まで迫ってるんですけど、ではもうちょっと秋田あるいは盛岡が落ちるまで、時間を進めていっちゃいます。で、一応今秋田の首都秋田を落としましたね。秋田を落として秋田の首都がどっかに変わっているか、ちょっと確認していきましょう。秋田の首都がどっかに変わった感じはまだない。星マークが、首都に当たる、例えば青森県でいうと青森がね
星マークになってると思うんですけど、それが見当たらないので、今どっかにはあると思うんですが、どこにあるのかちょっとまだわからないな。いずれにしてもまだ秋田当選続けてますね。もう降伏してほしかったんだけど、残念。ここは徹底抗戦するのであれば徹底的に叩くしかないので、秋田を蹂躙していきましょう。で、もう不要になった飛行場に配備していた航空隊を解体して、一時的に人的資源を補充しました。なので、まあ、人的資源がねまた枯渇するまでわずかな時間稼ぎにはなるかなと思います。さてさて、秋田の首都はどこに移転したんだろう。全然開目わからない。盛岡は硬いね。本当にちょっと今隠れちゃってますけど、この硬さはなかなかだな。東京諸島部政府が、まあ、宮城県の国境のね小競り合いというか大掛かりな戦いと言っていいと思うんですけど、あれがすごく時間を使っちゃって人的資源もねもう見る見る消耗したというのはありますけど、今度は盛岡か。なかなか先に進まないですね。で、師団の消耗でいうと、まあそれなりにやっぱりどこも消耗はしているんですが、それは敵も同じだと思うんだよね。比較的元気なのが、まあこの第8軍だな。ただ第8軍も岩手県勢になかなかね行く手を阻まれている感じはしますんで、いや第5軍はもう危険水域だな。第5軍は一度下げよう。で、戦車部隊もまだ戦えるかな。で、第12軍は全然いけるよ。もうちょっと踏ん張ってほしいね。第4軍も苦しいものの、もうちょっと頑張ってほしいかなっていうところですね。秋田は本当に首都どこに移転したんだ。ここか、ここだな。ちょうど見えましたね。仙北で合ってるのかな読み方。ちょっと北陸の、地理に疎くて、もし間違ってたら申し訳ないんですが、首都移転してるね。ちょうど今隠れちゃって見えませんけど、ここまで軍を進めてくる必要があるわけだな。第5軍をじゃあ投入しましょう。ちょっと指揮統率率と装備品を回収したら第5軍を投入します。で、秋田の新しい首都を目指しましょう。盛岡までもう一歩まで来てるけど、こっから長そうだね。盛岡戦は本当に。補給的にはどうなんだろう。補給マップはまあ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 という感じですね。まあ赤いとちょっときついかなって感じですけど、赤いところはなさそうなので、まあこのまま補給を受けながら戦えそうな感じはしますが、どうしても師団の消耗がね激しいので、こうガガガガガというこう電撃戦みたいなスピーディーな、進行ができていないというのも
さらに人的資源を消耗させている大きな要因にはなってしまってるんじゃないかなと思うんですけど、また人的資源が枯渇しちゃったのでどうしようかね。また航空隊をちょっと解体してその分を回しますか。あっという間にね尽きちゃうんですけどね、こういうやり方をしてて。まあでも本当に、宮城県を攻略して、岩手もね半分ぐらい、秋田も半分ぐらいと、ここのところずっと宮城県の国境で、一進一退、全然先に進まないっていう状況から、まあ、脱して、全然先に進まないっていう状況が、少し、北の方に移りましたね。ですので、まあ、ちょっとねこのまま時間を進めていこうかなと思うんですが、まずは今回はね、この辺りでじゃあ終わりに一旦させていただいて、次回またこの続き、何度かまずは盛岡ですね、岩手の首都盛岡、さらには新しい秋田の首都、移転した秋田の首都ね、この2つめがけて、軍を進めていければいいかなというふうに思います。ちょっとね、また時間経つと忘れちゃうので、第5軍だけ、全然装備品整ってないけど、一旦攻撃戦だけ引いちゃいましょう。信玄じゃないですけども、人がね、石垣、人は堀と、人は城だ、ということで、この、肉弾戦を挑んでもらいましょう。はい、ではじゃあ本当にここら辺で一旦終わりにさせていただいて、次回またこの続きプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。